しもーし。もしもし、こんばんは。こんばんは。今何してますか？今ゴロゴロしてました。お、ん？何しとった？ゴロゴロしとった。あ、一緒一緒、俺も今ゴロゴロしとる。お、一緒じゃん。イエーイ。イエーイ。あの、普通にも純粋に話したいだけで斉藤さん来た。え、そうだよ。おお、すごい、純粋やん。純粋だもん。うわ、すごい、汚れた心を持っていない。いや、そうそう、ここ純粋よりに生きております。おお、全然汚れてはない。いや、嘘、汚れに汚れてるわ。いや、汚れとんかい。汚れてるわ。もうちゃんとやってることやっとるやん。ちゃんとやってることやっとるやん。やってることやってる？うん、なんかもう汚れた心を持ってるやん。いや、うん、汚れてるよ。汚れとん、やっぱ。え、何？うん、やっぱもう心はやっぱ汚れとん、さっき純粋って言ったけど。いや、汚れてる、汚れてる。もう真っ黒だよ。でもめちゃくちゃ変わるやん、意見が。さ、経験人数何人ぐらいな？え、ゼロゼロ。え、マジで？うん。え、汚れてないやん、それ。え、汚れてる。真っ白やん。え、全然、もう、ブラック、ブラック。え、何があった？え？え、なんで？だって経験人数ゼロなのに、なんでそんなブラックなの？いやー、だって斉藤さんでさ、うん。こうやってさ、女の子の声出して、男の人騙してるから、ブラックかなって。うん、あ、男の人だ、もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを悟ってるんじゃないの。え、そうだよ。え、ちょっと男の声出してみた。なんでさ。うん？あ？おい、めちゃくちゃうまい女声。あ？ブラックだろ。え、すげえ、めちゃくちゃブラックや。いや、俺マジで、俺もうマジそうだ、見せる人とかじゃないけどあれやけど、これ見せる人だったら多分引っかかるで。いやいや。すぐ切られるから。ああ、え、そう、切られる、マジで。うん。すげえ。なんかちょっと感心したわ。ああ、ありがとう。いや、もう、これからも斉藤さんのその沈突をもう騙してくれ。うん、騙しまくるわ。ありがとう。ありがとう、じゃあねー。